海と日本。高松市安治町にやってきました。今回は本格的な海のシーズンに備えて海の安全について学ぶ体験学習会に参加します。この体験学習会はライフジャケットの重要性を知ってもらい安全に海を楽しんでもらおうと企画されました。講師は自らをライジャケサンタと名乗り子どもたちにライフジャケットの着用を呼びかけている森重裕二さん。森重さん指導のもとライフジャケットを着用した子どもたちは早速海に入りカヤックやサップを楽しみました。子供の時はこんなんなかったけん、こんなんも知ったも最近やけん、自分も楽しめるし子供もね安心して楽しめるけん、ええなと思いますね。去年初めて来て海に行ったけどすごい安心で、なんか浮き輪だと抜けちゃうじゃないですか。まあ、目離したら危ないけど溺れる心配はないかなと。ライジャケサンタとは一体何なんですか？子供たちが水辺に近づくときにライフジャケットをつけさせたら安全ですよ、つけさせましょうねということを伝えている活動です。今は毎日SNS で発信したりしてるんですけども、とにかくこのライフジャケットっていう選択肢があるっていうことをたくさんの人に知ってもらって、子供たちを見守るときに、まずはライフジャケットつけようかな、つけんとこうかなっていう選択肢になるようにたくさんみんなに伝えて話題にしていきたいなと思っています。